高校生限定アニメワークショップキャラバンの様子をお届けするよ。わあ、アナログの背景美術ってどんな風に描くんだろう。早速画材の説明をしているね。今回はグラデーションを体験してもらったよ。みんな真剣に聞いてくれてるね。最初に色を塗るときにどうしても空調とか、あとは時期によって冬場とか乾燥するんですけど、すぐ乾いちゃうんですよ、髪が。なので私はそれがすごく苦手で、このこういう木の板を敷いておくとそれが幾分か和らぐので、柔らかい感じでやっていくと、ここのグラデーションのところが少し馴染んで絵の具がいてくれるので、そこで幅を調整したりとか、さっき3色に分かれちゃうといったところを馴染ませていくような感じになりますので、専門的なというとアイレベル、要はこのカメラシーンとしてすごく下から撮ってる状態ですね。なのでだいたいこういうところ、よいしょ、ここのところらへんがアイレベルとなってて、地面があって、空が広がってるみたいな表現になります。でこの時にグラデーションの幅を変えて実際にどうやって見えてるかっていうのをちょっと表現します。わー、すっごく上手に描けてるね。皆さん、ご参加ありがとうございました。